みんな今年のさ目標みたいなやつ決めた？俺今年はちょっとちゃんとダイエットしようって思ってさ、もう1月21日なんだけどさ、どうしようかなって思ってて、まあ、ちょっと困ってんだよね。おかしいな、あれおかしいな、俺確かなんだけどダイエットしようと思ってたんだよなって。いや、リングフィットよりはフィットボクシングかな。じゃあ分かった、まだあと11ヶ月ある。あ、じゃあ大丈夫だ。いや、まだ大丈夫だ。え、分かった。じゃあみんなに約束する。俺明日必ずフィットボクシングやる。もしこの約束を破ったらどうする？何してほしい？みんなちゃんとツイートする。俺最近ツイート見てたらさ、もう普通のツイートほぼしてなかった。やらなかったら名前を萌えシーに変える。分かった。5時間土下座。何？俺利根川より重い罪を犯したの？ポケカは売らない。やらなかったら、じゃあ やらなかったらじゃあ純くんのカード買おう。分かったよ、純くんのカードシングル買いする。分かった、それで手打ちとしよう。オッケーオッケー。やらない方がいいんじゃないか。純くん買うのは得では。それマオシーにメリットでかくない？分かった、リングフィット明日やったら純くんシングル買いしていいか。じゃあリングフィット明日、あ、リングフィットじゃない、明日フィットボクシングを無事再開させたら、あ、ちょ、一回やるぐらいじゃさすがにダメだな。1週に3回ぐらいをノルマに今年1年頑張ったらいいんじゃないか。週3回ぐらいだったらできそうな気しない？週3回やろう。だから今日が金曜だから、来週までに3回やったら純くん買っていいか。いや、まあやれたら毎日やるが、3回までにしよう。とりあえず3回にして、週3で程よくやろう。とりあえず週3以上やったら俺やめる気がする。じゃあやらなかったらタランチュラ空洞はあげるよ。とりあえず1週間の勝負な、まずは。とりあえず1週間の勝負としよう。週3やれ、まあとりあえず週3やれたら純くんをご褒美にくれ。ご褒美かっこ自分の金で普通に買う。切り抜かな、絶対切り抜くなよ、逃げ道。最悪俺はアーカイブ消せばいいからな、覚悟しておけよ。私もフィットボクシング頑張ります。あ、じゃあ一緒に頑張りましょう。 DLC 結構出てるんで、買ったらやらなきゃいけない思う。あ、 DLC は俺多分買ってる気がするけど、あ、違うか、フィットボクシング2やってるから。アーカイブは消さないで、消さないから。この配信巻き戻して録画しとくか。あ、そんなこと言うともう巻き戻し消すぞ。巻き戻し機能を消すぞ。いいのか、巻き戻し機能を消し、クリップを使えばいい。じゃあクリップも消し、アーカイブも消し、いいぞ。やるってんだったら俺だって徹底的にやってやるからな。なんでそんなに証拠残したくないんですか。逃げるためだよ、逃げ道は作れば作れるほどいい。センシティブな、別にリングフィットセンシティブじゃなかったって、そんなにエッチなことやってなかったってって言いながら自分のやつ 見返したら思った以上に、ああみたいな。あれは R18、 そんなバカな。でもあの配信したおかげで漫画描いてもらったから嬉しかった。センシティブチワワゴリラおじさん。いいネーミングだよな、センシティブチワワゴリラおじさん。手の知らない筋肉がいく。あ、イエツ顔良かったよなあれ。あの漫画は良かったよ、まさか漫画描いてもらえるとは思ってなかったからな、超嬉しかったわ。